はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。ガンダムジオラマフロントをやっていきたいと思います。2回目ですね。前回は非常にサーバーが不安定で、インするのもね難しい中、一応撮影に踏み切ってですねやってみたら途中で、追い出されちゃったというところで終わっちゃったんですけど、でなんか安定したという情報を聞きまして、撮影再開しようかなと思って撮っております。で途中で終わっちゃったからどうかなと思ったけど、その途中から始まった感じですね。まだチュートリアルじゃないかなと思います。さてどうかな、ここがそうなのか。チュートリアルと違って何もなかったですね。前回なんかやった時はこの辺いろいろな施設があったところを攻め込んだっていうのをやりましたけど、ラクス・クライン、この人はどこへ出てくるのかな、全然初めてだぞ。新しい機体を開発したり資源と資金の生産を行います。資源プラントをレベルアップさせて最大容量を増やしましょう。こことここが不利になってますね。1500、今3000あるうちの1500使うってことか。生産1時間かかるとかっていうけど、おお、なんか作ってる作ってる、あ面白い、なんだこれ、あすぐできたみたいですね。生産量と最大収容量を増やすことができます。よく意味わかんないけど、あでここへ戻ったんだ、あ面白い、これなんだろう。敵の正体接近してるとの情報をキャッチしましたは、このままではジョランベースが破壊されてしまいます。防衛施設を設置しましょう。それは困った。建設、ヘビーバルカンを建設してください。いろいろありますね。自分の基地をまず作るのかな。フロントコアが破壊されて敗北になってしまいます。フロントコアを守るようにこのバルカンを配置してみてくださいませ。施設をドラッグか、あドラッグね。とりあえず加えてるかここにするか。これでいいのか。あこの子動かなかったの、動くの楽しみに待ってたのに。敵が攻めてまいりますわ、防衛はオートプレイで行いますわって、この状態で防衛でいいのか。うわこれ1機しかないじゃん、すげえ強えぞ。予期しないエラーが発生しました、マジかよ。はい、それではですね、気を取り直してちょっと再開したいと思います。再開はすぐできましたね。まだ不安定なんですかね、編集しないといけないじゃないか。一発撮りで未編集であげたかったのに。ということでね、固定砲台が強そうだっていうのをちらっと見ちゃったぞ。もうなんだこのジムも敵なの、固定砲台強すぎじゃないのか。あジムは味方なのか、あ違うな、撃ってるもんね。このガンダムオンラインというゲームもやってるんですけど、あそこに出てくる固定砲台もね超強なんですけど、バンダイナムコさんの固定砲台はものすごい強いですね。モビルスーツいらねえんじゃねえかってぐらいの強さなんですけど。
敵にジオラマベースの攻撃を行ってみましょう。敵へ攻撃を行うには機体を開発しなくてはなりませんわ。あ、なるほど、固定砲台では攻撃に行けないもんね。でもこれ持ってった方がさ強いんじゃない、もしかして。で3種類のモビルスーツラボがあり、モビルスーツラボの種類によって開発的機体のシリーズが異なりますわ。あー、シリーズがね。個人的にはここのプロジェクト1のシリーズが一番好きですね。で2はほとんど見たことなくて、あんのは F91 でしょ。で V ガンダムはちらっと見たかな。でウィングは1話だけ見てるんですよ。で続きを見たいと思って、かれこれどのぐらい経つだろうという感じですね。他ちょっとわからんわ。でプロジェクト3は00はね、最初のシリーズだけ結構見てました。でガンダムシードはいいというふうに聞いてるんですけど、ちらっとしか見たことないかな。シーズン1に限ってはお姉さんの頭でここ見えないけど、ここまでだとして全部見てますね。あ、ダブルゼータだけもしかしたら最終巻まで見てない可能性があるかな。いや、見たと思うんだけどな。この辺はストーリーがつながってますからね。だから好きなんですよね。まあいいや、進めよう。やっぱこれ好きなところをやりましょうね。初期機体アッカイ、初期機体リーオー。あ、ダメだ、この2つはね、初期機体すら分かんないですね。全然分かんないわ。初期機体アッカイでいきますか。これ何、ジオンも連邦もないんですね。まあそれあるっつったらこっちとこっちがもうつながんないもんね、話がね。いいんじゃない、初期機体アッカイやりましょうよ。ガンダムオンラインでアッカイは不遇でしたけど、このジオラマフロントはどうですかね。アッカイ意外と強いんじゃないですか。戦う力、フロントコアのレベルを上げてみましょう。これフロントコアってクエストを受注したので確認してくださいますか。クエスト、フロントコアのレベルを2にせよ。資源ってどれ、資源ってこれ。お、セイラさんだ。あれ、これすぐに上げられないの。フロントコアのレベルを2に上げましょう。制圧戦、他何もできないのか。これしかできないじゃないか。まあここ行ってみますか。さあ初めての戦いになるのかな。まだチュートリアルなのかな。敵のジオラマベースと戦いミッションをクリアしていくことで次のエリアに進める。4回戦闘する、破壊率 100% で勝利する、3連勝する。エリアミッションね。ミッションをクリアするとミッションポイントを獲得で、獲得数に応じて報酬は決定する。これか、おとり作戦。これがいいのかな。これがなんか上等兵、三等兵、一等兵。三等兵が一番下かな。三等兵、二等兵、一等兵、上等兵だよねきっとね。じゃあ一番低そうなこれいきますか。どうした、このまま止まっちゃうのは勘弁だぜ。
とした。ただいま非常に不安になっております。ただいま非常に不安になっておりますマジか。あーごいたごいた、よかったよもう頼むわ。なんかローディングとかなんとか出てほしかったですね。仮想ポイントの反映のため、あれ、あ、読めなかったぞ今喋ってたからバトルスタートなのかな。コストは消費されません。悪界 ×15。 スクイックオーダーはない。これ最初のあのチュートリアル出てきたような場面ですね。他に押せるとこもないんでバトルスタートしてみますか。いまいちまだ容量が分かんないぞ。ちゃんと起動してくれればね毎日アップできるかなと思ってるんですけどね。まだタイトルさえ考えてませんよ。まともにプレイできるかなっていう不安の方が大きかったんでね。赤をどうするか。消費しないんだからどんどん置いちゃっていいんだよねきっと。強いのか弱いのか分からんぞ。もういいんじゃないかこれ以上輪っか置かなくても。惜しくは破壊し始めた。もうこの際全部一旦ログアウト。7時20分にログアウトだって。今何時だよ。7時13分です。ただいま7時13分。戦闘結界。なんか悪界で風呂ぼっこにしてたぞ。頼むわ、早く動いてくれよ。強制ログアウトされず、また。戦利品。あ、レベルアップした。なるほどね。あのフレンドさんの方からね、悪界縛りをしただっていう話がちらっと出てたんですけど、今のが悪界ですね。悪界縛りってきつくないか。早速フロントからレベル上げてみましょう。でこれかフロントコア。レベルアップ2000もかかるじゃんかよ。おお、また来た来た来た。これかわいいねこれね。なんて言うんだろう。おお、あっという間にレベルアップしたぞ。クリア。モビルスーツラボプロジェクト1を修復せよ。クエストクラッシャーながらジロワラマベースを成長させていきましょう。報告。報告。でオプションでプレイ環境を整えよう。オプションってどこにあるんだよ。スタックチャレンジとスタックってなんだ。量産機を3機開発せよ。今アーカイをやったから1個開発したんですね。部隊編成。オプション、あ、オプションはこれか。音楽とか小さいですかね。このぐらいでもいいかな。支給品。
かんねえ、この辺全部受け取っとこう。上限を超えた資金、あ、これか、3000で上限なのか。この辺はお詫びですかね、いろいろもらってんのは。シリアルコード入力っていうのが結構来てて、これ1個ねコピーしておいたんですよ。あ、来てる、あ、来てる来てる。あ、こっからねシリアルコードいくつかね今ゲットできるので、今のうちですよね。ちょっとこれ後でやっとこう。リクエストは今のやつか。イベントログ、あ、なるほどね。ということで、ただいまの時間が7時17分となりました。ということで、強制的に出される前に今回ね、終えようと思います。いやー、なんか、なんですかね。まだ不安定なんですかね。レベルアップしとこう。5分かかるんだね。なんか時間がかかるやつがいくつかあるみたいですね。実況者泣かせじゃないのか。なんか廃墟になってる、なんだろうこの辺。まあいいや、時間がないからここで終わりにしよう。ということで次回からね、まあ毎日インできるようであれば毎日撮影したいかなと思います。まあ10分でもね撮影できればいいかなと思っておりますです。それではね、ログアウトさせていただきますって書いてあるので終わりにしたいと思います。また次回ねお会いしましょう。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。